春の叙勲の受章者が今日発表され、県内からは去年より10人少ない83人が受章しました。社会に大きな功績を残した人に贈られる旭日章には16人が選ばれました。このうち防衛大臣などを務めた田中直樹さんが旭日大綬章を受章しました。旭日小綬章は元佐渡市議会議員の猪俣文彦さんと元十日町市議会議員の庭野正義さんが選ばれています。また67人が長年にわたって公の仕事に携わった人に贈られる瑞宝章を受章。このうち瑞宝中綬章には元農林水産政策研究所長の竹本俊彦さんと元副知事の森邦夫さんが選ばれています。